子モノ発見機の反応も小さいし。それカトラちゃんのお店の商品だし、本当に効果あるのかな。でもさっきから反応はし続けてるんです。きっと効果はあるんですよ。おかしいな、そろそろ見つかってもいいはずなのに。あれ、あんたたちこんなところで何してんの。あ、ウィルベルさん、実はルシルちゃんが書類をなくしちゃったみたいで。あっちゃー、そりゃ面倒ね。よかったら私が見つけてあげよっか。ウィルベルさんも一緒に探してくれるんですか。助かります。そうじゃなくて、見つけてあげんのよ。そんなの私にかかれば一発だわ。ただし、お代はちゃんといただくからね。どう？魔法ってそんなこともできちゃうんだ。なんでもいいです。見つけてくれるならお金も払います。どうぞ。はい、どうも。じゃあ精神を集中してちょうだい。それじゃあ行くわよ。思い出しなさい、あんたの探しているものを。書類です。大切な書類。ここじゃない、あっちか。あ、いや、ここだ。これね。はい、これよね、あんたの探し物って。これです。すごいです。どこにあったんですか。そんなの知らないわよ、私は取り出しただけだし。でもそれ本当にあんたのもの。なんかエスカの名前が書いてなかった。え、それってどういう。それなら多分中身のことだと思います。ほら、あ、これ私が入った頃に作った書類だ。懐かしいな。昔のものだから捨てていいって言われたんですけど、先輩方の書いた書類を参考にしたくて。そうなんだ、ありがとう、わざわざ取っておいてくれて。でもこんな昔のやつじゃ参考にならないよ。いいんです、私が開発班に入る前にあったこととかいろいろと聞かせてください。うん、じゃあ後で一緒に見ようか。ふーん、一生懸命探してると思ったらそういうことだったの。そんなことで二人で街を歩き回って。まったく、お似合いの先輩後輩ね。